どうもミセスです。さあ今回ですね、まあいつもの、ちょっとふざけたトークよりは真面目な内容にはなるんですが、僕がですねいわゆる色弱色覚異常というのを持ってるんですね、まあ、それについてお話をさせていただこうと思っております。まあ、一応ね色弱ってどんなものっていうのを説明しますと、特定の色の判別が、しづらいっていう、まあ、そういう、疾患つったらいいのかな。例えばね赤と緑とか青と紫とか黄緑とオレンジとか、まあ、その辺が代表的なのかな。あとはねやっぱその何色がかった何色っていう、まあ、言い方をするじゃないですか。そういう微妙な色のニュアンスっていうのはもう分かんないですね。今の時代まだあるか分かんないけど、皆さんも色覚検査っていうのを学校で受けたと思うんですよ。カラフルなこの丸がねバーってこう敷き詰められたこの絵があって、その中に、数字が隠れてます、それは何でしょうっていうね、そういうの聞かれるんですけども、僕はその設問の意味がまあ分かんなくて、なんかその玉がいっぱいあるだけでしょって、数字なんてねえじゃんっていう、まあ感想なわけですよ。全く見えないんです、数字が。まあそういう検査があったから、まあ、そのうちの家族もね、あこの子は色弱なのねっていうのを、まあ、早い段階で分かってたから、一時期ね色弱の治療のために病院に行ってたんですよ。これ何をするかっていうと、電極をこめかみに当てて電流を流すんですね。まあ、電流を流すとこのまぶたの裏でこう、ね、バーってこう電気が走るんですけども、まあ皆さんも聞いて思ったと思うんですけど、えそんな方法で原始的な方法でみたいな、まあ、全く効果はなかったんですね。まあ、当然ながら全然改善しませんでした。これはね、まあ、今の科学では色弱っていうのは残念ながら治りませんよっていうのは分かってるんですよ。で当時それが分からずに本当にこの、電流を流すのが、効果的な治療と信じられていたのか、それともまあ詐欺とかそのやぶ医者だったのかは分からないんですけれども、まあね、親もねきっと安くないであろうお金を出してくれて病院連れてくれてって、僕は電流で痛い思いをしたにもかかわらず何も改善しなかったというねことでございますけれどもね。でこれね色弱で何が嫌だったかっていうと、やっぱ学校の図工とか美術の時間、やっぱこれは嫌でしたね。まだねこの下書きの時点ではね先生もたまにこうおいいじゃんみたいな褒めてくれることあるんですよ。ただこれに色を塗った瞬間ね、ん?って顔にはやっぱなるんですよね。僕は分かんないんだけど、まあ、きっとそのトンチンカンな色の塗り方をしてたんでしょうね。まあ、そんな調子ですか。やっぱその特にやっぱ小学校低学年の頃はもう図工の時間が嫌でしょうがなくって、図工のある日はもう学校ずる休みとかしたりとかね、やっぱありましたよ。まあ、家を出るときに、ああ今日具合悪い、調子悪い、行きたくないみたいな感じで、まあ、泣いちゃったりしてね。まあ、母親もね、だから、まあ、分かってたとは思います。その最終的に、まあ、休ませてくれたりしてたんで、僕はきっとその図工の嫌でね、嘘ついてんだろうなっても、まあ、分かってたと思うんですけどもね。あとはね、僕ゲーマーだから、ゲームで困ることって結構あったんですよ。特にパズルゲーム、テトリスみたいにね、形で判別するようなできるようなゲームはいいんですよ。ただまあぷよぷよとかも辛かったし、まあそのいろいろ名指しし申し訳ないんだけれども、対戦パズル玉とかね、そういうゲームが、まあ、中学校の頃結構ゲーセンで友達と対戦することあったんですけれども、僕はなんか色わかんないから変なこの連鎖の組み方をやっぱしちゃうんですよ。なのでそれ見た友達がんっていうこうあれっていう雰囲気は出すんだけれども、僕もその中学生だし多感な時期で、周りに知られたくないから、ん何っていうこうね、ちょっと隠してたわけですよ。色弱っていうことをね、あんま言いたくなかったからね、そこはね。だからね、僕と結構仲いい友達でも僕が色弱っていうのを知らないやつも結構いるんじゃないかな。本当に言ってこなかったからね。
大人になって成長して、嫌だったのが、例えば映画とか、あと絵画とかね、そういう、まあ、その色彩が豊かなね、その、まあ、美術作品とか、その娯楽作品とかさ、そういうのを見て、あ、普通の人はもっと感動できてるんだろうなみたいなさ、ちょっとやっぱ損した気分になるし、まあ、それでいくと、あの小説とかもそうなんだけど、あの情景描写、背景の描写とかさ、やっぱその色鮮やかにね、その文で書かれてるところもね、あの僕はうまくそれで想像ができないんですよ、元の色が分かんないから。うん、まあ、それで損してるなと思うこともあるんだけども、その反面ね、多分やっぱその色彩感覚がない分、他の感覚が鋭敏になるっていうことは僕はあると思うんですよ。僕の場合、その音感はね、一人はやっぱあるなって、その、まあ、バンド活動をやってるんですけども、その活動してきた中でやっぱ音感は人より恵まれてるなって思うことはやっぱ結構あってね、色が分かんない分ね、そこでまあうまくバランスが取れてるとか、まあ、プラマイゼロには正直なってないんだけど、うん、まあ、そんなことばかりではないなとは思います。うん、まあ、でもね、あのなんて言うんだな、あの大人になった今だからこそ、こうやってね、色弱ですっていうのを、まあ、別に言っても平気なんですけど、まあ、子供の頃はね、すごく気にしてたし、辛かったし、だからなんだろう、特にそういう子供のね、そういう色弱のお子さんの周りのそのなんか大人とかはさ、うまくこうサポートしてあげるとか、その友達もね、あんまその色弱だっていうことでこう生やし立てたりとかしないようにね、してもらえればいいんじゃないかなと思います。うん、まあ、でもさっきもちょっと言ったけど、あくまで今の科学ではさ、色弱は治んないっていうのがね、分かっているけれども、今後それがどうなっていくか分かんないし、こううまい治療法がね、その電流を流すとかいう、そういう原始的なことじゃなく、根本的な治療ができるようになるかもしれない、そういうね希望もあるし、あと最近もなんか色弱用のメガネっていうのがあってさ、そういう普通の人みたいにそのね、色が見えるようになる、メガネっていうのがあるらしいんですよ。まあ、それもすごいなと思って、まあ、僕ちょっと興味あるんですけどもね。うん、だから、まあ、あんまりこう悲観的になる必要はまあないのかなとは思います。まあ、今日はねちょっと珍しく、真面目な話をさせていただきましたがね、この話が面白かったと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。